はい、こんにちは。今日はね、急遽マイクのねテスト代わりに動画を撮ろうと思うんですけど、来週ですね90キロぐらいかなで獲得標高2000ぐらいある結構ねビッグライドのイベントに参加することになりまして、さっき乗ってなかったんでね、少しでも足を回そうと思って今から乗りに行くんですけど、今日は久しぶりにね IKEA に行きます。結構ね、IKEA ラップスって言ってね、こっから近いんで、昔よくね、IKEA 走ってましたけど、最近ね、エアロードを買ってからあまり行ってなくて、で、時間がないんで、今日はね、少しでも足を回そうと思って、IKEA に行こうと思います。で、せっかくなんで、新しいね、マイクを試すために、マイクをね、つけて、GoPro をね、ここにつけて、ライドをしながらいろいろね、話してみようと思います。まず、ライドに行く前に空気をね、入れようと思うんですけど、まあ僕のね、最近の、ベストバイですね。ボッシュのイージーポンプですけど。で、詳しくはね、ブログに書きましたけど、フロントのタイヤを 28C から 30C にサイズアップしました。で、今までね、リアが30、フロントが28でしたけど、どうしてもね、前も太くしたくて、フロントもね、30にしました。で、空気圧ですけど、フロントはね、3.4 気圧ぐらいが、調子いいですね。はい、こんな感じでね、このポンプはとにかく爆音ですね。はい、入りました。 3.4 ですね。わっ、なんだこれね、バルブコアがダメですね。バルブコア変えます。こうやってね、バルブコアの用意がたくさんあるんで、バルブコアはね、消耗品ですね。なかなかこのマップオフのね、シーラントがいい匂いしますね。やっぱり、ね、スタンズとかね、アンモニアの匂いは結構きついんですけど、マックオフはね、そんなに臭くない、なんならいい匂いっていうのがね、いいですね。はい、もう一度 3.4 です。はい、 3.4 入りました。まあ、結構ね、こういう感じでチューブレスのトラブルって、バルブステム周りがね結構多くて、どうしてもね、タイヤ疑っちゃうんですけど、ほとんどの場合は実はリムテープとかね、バルブステムが犯人なんですよね。で、リアがですね、ね、3.6 かな。一回ね、3.5 で走りましたけど、ちょっとリスク多いかなと思って、3.6 が良さそうな感じがして、今3.6をね、試してます。まあ、ほんとこのポンプ楽でいいですね。はい、3.6 入りました。とにかくね、タイヤを 30C にしたんで、ほんとね、空気圧が前が 3.4、 後ろがね 3.6 になったんで楽になりましたね。詳しくはね、ブログ読んでほしいと思います。それでは乗りに行こうと思います。あ、ソフトウェア更新しちゃった。なんかうっかりね、ソフトウェア更新をしちゃって、ちょっとなんかね、ブレーキが鳴くのがね、気になるんですよね。今日は一応ね、マイクのねテストなんですけど、マイクにね、モフモフをつけてまして、多分それでね、風切り音はだいぶ低減されるとは思うんですけど、どれぐらいのね品質で音声がね、録画されているのかちょっとね謎ですけど、いやでも今日はね、最高気温大阪30度かな、だいぶ涼しいです。涼しいけど日向は暑いかな。マジでね、来週96キロかな、で獲得標高2000かな、なんかそれぐらいでしたね。多分辛いと思うんですよね。でちょっと腰がね、なんかね、右がねぎっくり腰したっぽくて、軽く若干腰の調子が悪いんですね。
いやでも本当ね、自転車のイベントはね、参加するときそこそこフィジカルを上げていった方が楽しめるんで、やっぱねフィジカル低い状態でイベント参加したらね、本当辛いだけなんで、レースとかじゃなくてもイベントに参加するときはね、そこそこフィジカル上げてから行く方がね楽しいですね。まあ、アメリカなんかにね乗りに行くときも、まあ、僕はある程度フィジカルを上げてから行くようにしてますけど、じゃないとねもう辛いだけになっちゃうんですよね。まあ、1週間しかないんでね、まあ、ほぼ意味はないと思うんですけど、まあ、ちなみに今日のこの映像はね GoPro です。 Hero 10ですね。太鼓が来ましたね。まあ、ここはね車は一方通行なんですね。まあ、フロントをね今回 30C に変えましたけど、まあ、正直ねこういう路面が綺麗な平地なんかはやっぱりもっさり感はね拭えませんね。なんかクリテリウムとかね、そういった実業団レースとかでやっぱ勝ちたいっていう人は28かな、前後とも。まあただねポガチャルがねツールで 30C を使ってて話題になってましたけど、まあ、30C はね未来かもしれないですね。こういうね荒れたところはめちゃめちゃいいです。 30C マジックカーペット、そういえばね八重洲出版のサイクルスポーツさんのウェブで記事が上がってまして、ケルビムのね今野さんが書いてましたけど、ロードレーサーは28は似合わないと。おそらく未だにロードバイクのタイヤ幅っていうのは25ぐらいがメインストリームっていう風なね知識のまま止まってると思うんですけど、やっぱねフレームビルダーも日々勉強なんですよね。多分今週かな、ラルートに僕のメイド行ったね記事が上がりますけど、やっぱフレームビルダーの世界って競争激しくてすごい戦いですよね。まあもちろんねその自転車の選手アスリートも戦いしてますけど、製造業者もね戦いですよね。日々アップデート、新しい技術を勉強して取り入れてって感じですよね。なおかつビジネスを続けていくっていうね、だからちょっと残念でしたね。なんかマウンテンバイクは29インチはなんかダサいみたいな、そのフォルムがいまいちとか、マウンテンバイクはリアバックが短い方がいいとかね、なんかこう固定概念にね
撮られてるというか、ハンドメイドでね、好きにできるからこそ自由な発想を持ってるかなと思ったら、逆に凝り固まったなんか考えを持ってるかなと思って、ちょっとびっくりしましたね。そうね、炎上しなかったらいいんですけど。ただまあ日本をね代表する尊敬されるナーブスでも賞を取ってる方なんで、もちろんね僕も尊敬してるしすごいとは思うんですけど、決してね否定するものではありませんけどね。さてもうすぐねメガネ橋があります。メガネ橋というのはね、メガネの形をしているんでメガネ橋って言うんですけど、正式名称がね違うんですけど、一般的にはね我々はメガネ橋って呼ぶんですけど、いやこの辺はね工業地帯というかそういう場所なんで、結構ねこういう感じになっちゃうんですよね。ああいう重量物はね、なんか見ると興奮しますよね。まあ、ちなみにこの辺りは西成区になるのかな。まあ、西成の中でも工業地帯というか、さあもうすぐねメガネ橋があるんですけど、一応僕のねスプリントポイントですね。調子良ければ1分半ぐらいで行けるんですけど、まあ今日はで1分40秒目標かな。さあもうすぐねセグメントのスタートですけど、一応ね駐輪場の入り口がスタートです。で橋のピークがゴールですね。まあこれが辛いんですよ。1分34。1分34秒、396ワットですね。まあまあ乗ってない割には、はい、悪くないんじゃないでしょうか。ちなみにベストはね1分15とかかな多分。終わった。対抗がね黒いんだね。対抗注意です。普通はね都線
少ないはあるんで、ほとんどの方はね船で渡ると思うんですけど、今日はねマイクの音声がノイズだらけだったら多分ねお蔵入りになるんで、マイク頼みですね。というわけで大正区の鶴浜ですね、イケアのある鶴浜に来ましたけど、まあ、この辺はね、人工の島で、まあ、山を削って海にね土を投入して作った島なんですけど、ここにね堤防の跡が見えてますけど、ここまでは、昔は島で、ここから向こう海だったんですね。だからあの辺は全部ね元海ですね。あれが有名な波早大橋ですね。意識が高い時はね、あの橋の上でインターバルとかしてましたけど、まあ、今はできないですね。じゃあここをねしばらくダラダラ走ろうと思います。これねコーナー左に曲がるじゃないですか。コーナーをこうやって左に曲がって直線になったらちょっとだけ頑張って踏む、これを繰り返すんですね。これをやるだけでもう全然変わります。はい、39キロ走りましたね。まあ、事務所からここまで9キロぐらいなんで約30キロ周回しましたね。喉乾いた。ボトルをほとんど飲み切ったかな。半分以上飲んでますね。いやまあまあ地味に疲れますよこれ。一応僕はこの練習で、カンクロで勝て2は勝って勝て1で 50% 台かなまでは走れる足になりましたね。まあ、そっから上はね僕の努力不足才能不足で結局半分以上でねゴールはできなかったんですけど、まあ、誰でもこれをやれば、はい、勝て2は多分勝てますよ。ちょっとペプシ飲んでいいですかね、でかいやつ。熱い。なんか友達のしもちゃんに教えてもらって、iPhone アプリの航空音をね入れたら、現金持たなくても自販機でジュース飲めるよって言われたんですけど、意外になんかね改めて見ると。コークの自販機とあんまないんですよね。なんかサントリーが多い気しませんかね。さあ、まあ、地味な周回練習も終わったんで僕の趣味ですよ趣味、ちょっと癒されますね今から。なんかだいぶね秋になって草が枯れて道が広くなってますね。うわー日陰ないやん。
いや天気いいっすね。ここはなんか一応ね、大阪市が釣りをしていいっていう風にね公開している場所なんですけど、ただね、向こうの方が釣れるみたいで、釣り人はね基本立ち入り禁止の向こうで釣ってますね。なんかその潮のタイミングによってボラがね死ぬほど飛んでる時とか、でかい魚がね見える時もあるんですけど、ちょっと今はね見えないですね。なんかね冬場とかね、ここ立ち入りかな、なんか有名みたいですね。というわけで今日はマイクのねテストをするためにこのライドをね軽く紹介しましたけど、まあ特にね内容がない動画になりましたけど、まあ、あえて言うなら、アジリストの 30C 前後、変えてから乗り心地が素晴らしいですね。マジックカーペットですよ、マジで。ただこれね条件がありまして、リムはね内幅がフックレスの 25mm で、30C をつけてもらうと調子がいいですね。一昔前のね内幅 21mm とかのフックありの、リムを使うと結構ね空気圧やっぱ高めになっちゃうんで、そこまでねマジックカーペットにならないんですよね。なので、まあ、このホイールね前後で50万円近くするんですけど、まあ意味じゃなくても、内幅 25mm のねフックレスのリムぜひね試してほしいと思います。どうしてもチューブレスレディね面倒くさいとかお金かかるとかトラブルが多いみたいなね話が結構流れてて、拒否反応を示す方多いと思うんですけど、違うんですよ。ちゃんとした最新のリムとちゃんとした、メンテナンス維持を、ね、してもらえると、こんだけね素晴らしいものはないんで、ぜひ皆さんね、内幅 25mm フックレスのリムを使ってみてください。というわけで今日はね大阪市の、大正区鶴浜からお送りしました。興味がなければグッドボタンとコメントの方もねぜひお待ちしております。それではまた次回しましょう。はい。